子の皆さん、こんにちは。今日は白熊の人歌を波長調、ヘ長調、都長調の3種類で弾いてみます。コードネームを少し工夫してディミニッシュというコードを活用したり、2-5というコードで弾けるととても楽しいです。波長調、ヘ長調、都長調で白熊の人歌、楽しくスキップをしているような感じで弾いてみましょう。ミュージックオン。